95年のアメリカのアドベンチャーファンタジー映画。クリス・バン・オールズバーグの同名の絵本を原作として、ジョージョンストンが監督、ジョナサン・ヘンズリーとグレッグ・テイラーが脚本を務め、ロビン・ウィリアムズ、ジョナサン・ハイドラが出演する。映画、ジュマンジシリーズの一作目。作者のクリス・バン・オールズバーグは、脚本の草案を提供し、 ミステリーとシュールレアリズムの質を持って映画を盛り上げたいと語っている。原作は幼い指定の物語だったが映画は少年が主人公で父と息子の絆がストーリーの主軸になっておりスキー事故で亡くなったジュディとピーター指定の両親をタイムパラドックスで取り戻すことにより伏線を回収している。現実に起きる様々な現象や動物は CG アニマトロニクス、ミニチュアを駆使して制作された。当時において最先端の技術であった 3DCG をふんだんに使うことで本作品は注目された。また、現実世界でアラン少年が乗り越えるべき存在として描かれるアランの父親と呪ンジでアランが乗り越えるべき存在として描かれるハンターを 同じ役者が演じることで、アラン少年の成長物語としての性格を強めている。厳格だが息子を愛しているアランの父親と、はちゃめちゃで残忍なハンターという対照的な二役を、ジョナサン・ハイドが講演しており、中年になったが、精神的には子供のままであるアラン少年をロビン・ウィリアムズが講演している。パリッシュ製菓工場の撮影に使用された建物。 この作品は、1996年から1999年まで放送されたテレビアニメシリーズを生み、その後、関連作品として、ザスーラが制作された。また、直接の続編として、ジュマンジ、ウェルカムトゥジャングルと、ジュマンジ、ネクストレベルの2作品が制作されている。1869年、深夜の森を馬車に乗って進む2人の少年がいた。 怯えた様子の彼らは、持っていた木箱を地面に掘った穴に埋めて足早に立ち去った。それから100年後の1969年、少年アランパリッシュは、大規模な製菓工場を経営し町の名手でもある、父サミュエル・アランパリッシュに反感を抱いていた。ある日、いじめに遭い、自転車を奪われたアランは彼は、父親の工場の拡張工事現場で、 太鼓のような音を耳にし、音をたどっていくと工事によって掘り起こされた地面の中から音がしていることに気づく。地面を掘り返すと、土の中から古い木箱が出てきたのであった。その中には、ジュマンジという名のスゴろく形式のボードゲームが入っており、それを家に持ち帰ったアランは自転車を返しに来た、友達の少女サラウィットルと共にゲームを始めてしまう。サラは、 ボードゲームは5年前に卒業したとサイコロを放ると、駒が勝手に動き出し、さらに、ゲーム版中央にある円形の画面のようなマスに、謎めいた文節が浮かび上がった。そして、続くアランが、偶然サイコロを振った結果、5か8の目が出るまでジャングルで待てとの指示が出るとともに、アランは、ゲームの中のジャングルに閉じ込められてしまった。ジュマンジュは、 サイコロを振り止まったマスの内容が現実となって起こる魔法のゲームだったのだ。注意書きには、一旦ゲームを始めれば、誰かがゴールして、呪漫辞と唱えるまで、奇想天外な現象は止まることはないと記されていた。アランが消えた後、大量のコウモリが暖炉から飛び出し、驚いたサラは、パリッシュ邸から逃げていった。26年後の1995年。 アランの失踪を機に衰退したパリッシュ家の失脚以来、空き家となっていた旧パリッシュ邸にジュディとピーター・シェパードという指定がお場に連れられて引っ越してきた。ある日、二人は屋根裏部屋で不思議な太鼓のような音がする箱を発見する。箱の表面には、ジュマンジという文字が書かれており、開けてみるとそれは、すごろく形式のボードゲームであった。すでに二つのコマが、 盤上にあったが動かすことはできず、仕方なく新たに駒を取って、ゲームを始めた二人は、巨大な蚊や猿の群れ、ライオンなどを召喚してしまう。その際、サイコロの5の目を出したことから、大人になったアランが、ジャングルから呼び戻される。いち早くゲームを終わらせようとサイコロを振るジュギであったが、いくらサイコロを振っても、ジュギの駒は微動だにしない。盤を見たアランは、 これは26年前にアランとサラが開始したゲームの続きであり、クリアするには指定に26年前にゲームを開始したアラン自身とサラを加えた4人でゲームを進める必要があることを悟る。ゲームを再開することを渋るサラを説得した3人は4人でジュマンディを再開する。 しかし、屋敷には巨大な食虫植物が生い茂り、アランを必要につけ狙う冷酷非常なハンター版、ペルトが現れた上、サバンナの動物たちの暴走、洪水、巨大な化による伝染病の拡大など様々な試練が4人に襲いかかり、街中が大混乱に陥る。巨大地震で、キューパリッシュ艇が倒壊する中、バンペルトに追い詰められ、銃を突きつけられたアランは、 手に握っていたサイコロを落とす。最後の言葉はと問われた、アランであったが、サイコロを落としたことで、自身の駒がゴールに到達したことに気づき、呪漫辞と唱える。すると、これまで召喚されたバンペルトやすべての動物たちが、ゲーム版に吸い込まれていった。気がつくと、アランとサラは十六年前の子供時代に戻っていた。アランは、外出前の父親と再会し、 反抗的であった、自身の態度を謝罪、親子の絆を再確認する。そして、サラと共に、呪ンジに大量の重りをくくりつけて、川へ流した。次第に大人だった頃の記憶が薄れゆく中、アランとサラはキスを交わす。それから26年後の1995年、アランはサラと結婚、父親から会社を継ぎ順風満帆の生活を送っていた。 クリスマスパーティーを開いたアランとサラは、招待客であるシェパード夫妻と共に、パーティーに出席していたジュディとピーターの二人と再会を果たす。時が巻き戻ったため二人には、ジュマンジに関する記憶はなく、アランたちとも初対面であったが、アランとサラは、笑顔で二人と握手を交わす。そして、パリッシュ社への入社前に、スキー旅行を計画していた。 シェパード夫妻二人が道中で死ぬと知っていたアランは今すぐ参加してほしいプロジェクトがあると引き止めることで二人を救った。それから数年後、とある海岸で二人の少女が太鼓のような音を耳にする。砂浜を歩く二人の先には砂に渦漏れたジュマンジが顔を覗かせていた。2015年10月7日発売の吹き替え洋画劇場シリーズ。 ジュマンジ制作20周年デラックスエディションブルーレイには本編ディスクとは別にフジテレビ版の吹き替えを収録した特典ディスクが付属している。北米では1億47万5249ドルの工業収入を記録し、国際市場では1億6232万20ドルを記録している。ロッテントマトズには33件のレビューが寄せられ、 支持率48%、平均評価5.6、10となり、メットクリティックでは18件の批評に基づき39、100のスコアとなっている。作者のバンオールズバーグは、ジャングルの動物たちが家にやってくるという混乱を忠実に再現している。これはとても良い映画ですと批評している。2005年に、精神的続編の雑浦が公開されている。 関連作品ではあるものの物語に直接的なつながりはない。2012年7月、コロンビア映画社長、ダグベルグラードは、ハリウッドリポーターの取材に対し、私たちは、ジュマンジを最新の状態にアップグレードしようとしていると述べ、リブートを計画中であることを公表した。同年8月1日には、マシュートルマッハが、 ウィリアム・タイトラーと共にリブート制作を担当することが判明した。2015年8月5日、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントがリメイクを制作し、2016年12月25日公開を予定していることが発表された。これに対し、インターネット上では、前作の主演ロビン・ウィリアムズの死去から1年余りでのリメイク制作発表に批判の声が多数上がった。 また、前作に出演したブラッドリー・ピアースといいニュースは不必要で侮辱的だと批判している。2016年1月14日、ジェイク・カスランが監督を務めることが発表された。同月20日には公開が2017年7月28日に変更になったことが発表された。4月には、ドウェイン・ジョンソンが出演契約を結び、ケビン・ハート、 ジャック・ブラック、ニック・ジョナスが共演することが報じられた。同年8月、ジョンソンは新作がリメイクではなく続編であること、ハワイ州で撮影が行われることを語った。ジュマンジンは後で同じ名前の映画公開の後、同じタイトルでアニメシリーズがアメリカで制作された。1996年から1999年にかけて、 3シーズンにわたってアメリカから放映された。1996年のシーズンは UPN ネットワーク第2シーズン以降は BKN シンジケートで放送された。映画版の続編ではなく再構成された物語となっている。また、キャラクターにはサイコロを振るたびにゲームのヒントが与えられ、それが溶けるまでの間ジャングルに閉じ込められる。 ありがとうございます。